とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこのクエストやっていきましょう。ここ。フロストフィヨルドのデイリーチャレンジ3ですね。報酬はアーティファクトとなってます。ここのアーティファクトは、雷の杖と釣り竿、氷の杖ですね。雷の杖が欲しいんですよ。これを狙っていきます。で、装備ですけども、久しぶりに、これ、呪いの斧とフルメタルアーマー使います。フルメタルアーマーには、ヘルスシナジーがついてるので、ぴょんぴょんすると HP 回復しますね。で、アーティファクトは、羽、エリクサーのカバン、キノコです。行きましょう。では、行きましょう。所持品は、普通の矢のみの、プレイヤー HP 30% 増加。で、クリーパーに変わるですね。ちょっと矢が足りないわな。矢が足りないな。なので、最初にちょっと矢を増殖してから、スタートしますね。これ絶対矢が足りない。920本。こんだけあれば、大丈夫でしょう。で、狙いはアーティファクトなので、もう横道には入らずに、まあまあ、キャプテンがいたら倒しますよ。いたら倒すけども、わざわざ横に入って戦うことは、せずに行きましょう。すっげえな、これ。すっげえな、いきなりすげえな。OK。ここ結構ね、めんどくさいんですよ、このステージ。なので、できればキャプテンは倒したくはないんですけどね。まあ、いたら倒します。こういう感じで。急いでクリアしていきましょう。はいはいはい。これタンブルビーとこの普通のやつでクリーパー対策ができてるんで、まあ、それなりにクリアしやすい。これはいいんじゃない。相性は良さそう。あ、ちょっとすごい敵が本当に危ねえ。ちょっとここ無理じゃない。いけるか。いけるね。なんかすごいのがいた。ちょっと待て、おい使った。使ったよ。使ったんだけどね。いや、ちょっと待って、なんか、イリュージョナーいる。イリュージョナーいらん。イリュージョナーいらないんですよね。OK。OK。危な。で、ここ、凍結もらいやすいので、凍結の薬は、常時飲んでいく感じで、行きましょう。ここは、カバンとの相性いいね。こういうね、必須アイテムが出る場所っていうのは、カバンとの相性がいい。こことか、まあ、ジャングルとここぐらいか。OK。この、凍結。この、斧系は、両刃斧系はね、火力高いので、焦げには要注意。で、特にパワーポーション使っていく今回は、絶対に注意しないと、多分、反射ダメージ3、4発もらったらやられるんじゃない？おーい。OK。いいね。いきまーす。この洞窟ももう、大急ぎで行こう。いるよ。極力なら戦いたくないんですけども。行け。タイマンだったら全然余裕。なんだ？あ、もう、速度は OK。速度はそんなに問題ではない。いやでもクリーパーの速度結構きついか。いや大丈夫ね。この感じだったら全然いけそうです。もういなくていいからね。もうそこでクリアだけしていきたい。 できれば雷の杖なぜか売ってるんだよね。確かね、254は持ってたはずだもん。なのにだったんだろうね。こっちで合ってる？合ってるか？あ、こっちっぽいね。
あ、オッケー、抜ける。よし、オッケー。はい、抜けた。で、この先に洞窟ある可能性があるよね。でも洞窟行かない。もう行かない。もうキャプテンは、わざわざ、うん、洞窟ない。オッケー。倒さなくていい。よし。どんどん行こう。うん、矢は全然足りるね。矢は全然余裕です。ジオマンスターが地味に打っとる。よし、いける。あとは、もうゴールは間近のはず。ちょっと多くないか？敵多いよ。重力パルスとか打ってほしい。よし。いやー、ちょっと待って、なんか、トゲいたでしょ、今。いたね。ちょっと待って待って。トゲは無理。うん。この矢で倒しましょう。んで、あ、こっち側か。久しぶりにするからね、ちょっと。ここの、マップがいまいちわからない。オッケー。うん。おうおう、ヘルスシナジー入ってるから、ほんとちょっとしたダメージはもうなんてことありません。よし。もう凍結も受けないし。なんてことない。いや、おお、危ない危ない危ない。さすがにやられる。さすがにこの炎の道は痛いか。なんか出たぞ。まあ、いらないけど。オッケー。長い。でももうゴールは見えてるはずなのよ。すぐそこに。よし。え、洞窟がある。いるし。いるし、もう。よっしゃ。オッケー。なんだ？モブダメージ 20% 増加。いや、もうこの先は多分もういないでしょう。クリア目指しまーす。まだか？で、こんだけぴょんぴょんするんだったら、ダイナモの方が、おい！ゴーゴー！ゴーゴーはやめて。オッケー！もう、すぐそこだ。待って！危ない危ない。よしよしよし。ヘルスシナジー最高だ。めちゃくちゃ回復する。よし。イリュージョナーか？出るよね。はい、よい。おお、危ない！食らう！むちゃくちゃ食らう。よっしゃ。終わりですね。オッケー。では、報酬なんだ。それでは、お願いします。雷の杖が当たり。お、あ、いいんじゃない ?255。おー、いいよ。うん、254かと思いきや、255が出ましたね。オッケー。ダメージは一発、784万。これ256だったら800万超えるね。さすがの攻撃力。はい。ということで、今日はなかなかいいのが出ました。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。